皆さんこんにちは、ワンダルグルービーです。では今回は、ギルネバーアクシューズの共有 V、リターンズジャミー投風編、続きをプレイしていきたいと思います。前回は初回第1回目ということで、提案されたサイド1とサイド4の鎮圧作戦、これを行ったんですが、今回はですね、サイド5の鎮圧作戦から行っていきたいと思います。早速発動です。諸君らの健闘に期待する。モビルスーツの数がもう全然足りない上にお金も全くないという厳しい状況なんですけども、それでもちょこちょことですね、研究開発は行っていきたいと思います。まあ、苦しい懐事情はあれどもというところですね。ではサイド5侵入します。生産を止めたいのでまずはね、侵入を行いました。この後後続で増援を入れるなりなんなりして、数の不利の分はね、挽回していきたいと思いますので、まずは戦線を形成するところから作っていきましょう。まあ、どこで戦線形成するかですが、まあ、普通に考えたらここですかね。まあ、もしくはちょっと無理してこっちでもいいかな。こっちにしましょう。では部隊を動かしていきます。サイド3に敵の侵入許しましたね。あまり部隊を置いておかなかったので、サイド5への進行に力点を引きすぎてしまったかな。まあ、どこで敵を迎え撃つかというのももちろんあるんですが、リックディアスか。ちょっと苦しそうだな。味方はハイザックにパワードジム。ちょっとこれでは太刀打ちできない気がしますね。味方の増援が来るのを待つっていうことにして、増援が入ってきやすいポイントまで退避して我慢しましょう。まあ、野山隊なんかをここに置けば、あっさり撃退できると思うので、まあ、ちょっとそういうね、動きを前提に一度、部隊を引き上げます。完全に撤退するとね、サイド3が、ティターンズからエウゴのもとに、支配下が移ってしまうので、なんとかね、こらえましょう。では、サイド5ですね。本体も投入しましたので、ここで一気に決着、つけに行きたいと思います。先遣隊は、まあ、ここで頑張ってもらっていたんですけども、本体をね、突入させましたので、本体で一気に、基地中心部、へと強襲をかけていきます。まあ、バスク大佐なんかもね、前線で指揮を取ってもらおうと。いうところになっていますね。では部隊ですね、中心部へと接近しました。壊滅させていきましょう。ベイとモンシアを中心としたモビルスーツ隊に、アルビオンにはバスク、サラミス会にはジャミトフじゃなくて、ノリントンじゃなくてジャマイカンですね。ジャマイカンが乗ってますので、ジャマイカンもね、使っていきます。まあ、ジャマイカンもね、そのゼータガンダムの中では、小物ぶりが際立ってましたからね、結構好きなキャラクターですね。では、モビルスーツ隊出していきます。ベイト、モンシア、アデル。まあ、このあたりはですね、ジムクエルに乗ってもらってるんですけども、ここにはガルバルディなんかもいるので、まあ、今後はですね、優秀なアーパイロットなんかに関してはガルバルディに乗り換えていってもいいかなっていうね、感じもしますよね。総攻撃をかけてですね、一気に、ここ、サイド5を制圧しましょう。失ったモビルスーツはなかったですね。最初に入れたおとり部隊も含めて、全員生還できるかなと。いう戦況です。まあ、ダメージは出てしまっているので、まあ、どっかで補強、補充、まあ、こういったね、行為は必要になってくるかなと思うんですけども、まあ、それ以外は特に影響はないかなというところです。激震です。実力が違うんだ。気にするな。ここもサラミスね、ジム会のままですけども撃沈していきましょう。できればパワードジムまで一気にね、その
改造をしていくと一番いいのかなと思うんですけど、ここはガルバルディ対外的モビルスーツ隊と交戦です。完全に制圧しましたね。最後ここはサラミスカイ、これもジムクエル隊で撃沈していきましょう。サイド5はうまくね、先遣隊がこらえてくれた、耐えてくれたことによってあっさり2ターンで陥落、鎮圧させることに成功しています。サイド5の制圧によりサイド2、サイド6の攻略が可能になりました。今度はサイド2とサイド6の鎮圧作戦を提案来てますね。まあ、ただちょっとこれをうまく実行するには戦力がちょっと足りてないかもしれないですね。エウゴはテスト飛行中のガンダムマーク2の墜落事故を狙い、研究施設に奇襲を仕掛けてきました。我々も応戦したのですが、墜落現場が我が軍の施設であったことで対応が後手に回ってしまいました。さらに基地の内部からエウゴに協力する者が出たことも被害を大きくする要因となりました。このエウゴの協力者なのですが、複数の証言から開発責任者フランクリン・ビダンの息子タミーユ・ビダンであると断定されました。閣下、ガンダムマーク2の追撃は私にお任せください。必ず取り戻してみせます。ゼータガンダムのストーリーが始まりましたね。これバスクにガンダムマーク2の奪還作戦任せましょう。イエス、了解しました。ジャマイカンダニンガ、ガディキンゼ、そしてテストパイロット3名で追撃部隊を編成します。バスクたちが一時的に離脱するということですね。終了したと報告がありました。開発部の報告をご覧になりますか。開発部より新兵器の開発、新しい開発プランも確認しておきましょう。ご覧になりますか。本当にね、ちょっと資源なりお金なりがなくて苦しいんですけども、アッシマーが開発プランとして出てきてますね。さあサイド3なんですけども、防衛が難しくなってきてますね。これ100式だと思うんですけど、敵も100式なんかが出てきててですね、かなり強力な部隊になってますね。まあなんとか格好撃破を狙っていく必要あるかなと思うんですけど、まあ最悪サイド3疾患する可能性あるので、これすぐ奪還できるようにですね、やっぱり野山隊を派遣するように準備を今進めてます。まあできるだけこらえたいとは思います。報告します。ガンダムマーク2を脱出した敵部隊は、強襲揚陸艦アーマと合流しました。我々はフランクリン・ビダン、ヒルダ・ビダンを伴いアーガマを追撃しております。追撃の報告来ましたね。このあたりは本当に胸熱ですね。マーク2追撃部隊のバスクオムより通信、さあバスク大佐から追撃のさらに報告が来てますね。アーガマ追撃部隊より報告します。ガンダムマーク2の奪還作戦はエマシーンの裏切りにより失敗に終わりました。これにより我々は3機のガンダムマーク2を失い、フランクリン・ビダン、ギルダ・ビダンなど多数の犠牲者を出しました。エマシーンが裏切ったか。はっ、面目次第もありません。聞くところによると戦死した2名はおとりに使ったそうではないか。その行いがエマシーンの反感を生んだのではないのか。そのようなことあろうはずがありません。そうか、ではそういうことにしておくとするか。私はグリプス2に帰還しますが、ジャマイカンに追撃を継続させます。よろしいですか。はい、まあこれジャマイカンにアーガマー隊、まあ、ガンダムマーク2のね、奪還を試みて追撃させるかどうかという、まあ、イベントでイエスノーあるんですけども、ここはノーを選択しておきます。もうマーク2ぐらいはね、もうくれてやろうということですね。なお、ルナ2から援軍として来ていたチャイヤ、ライラミラライラをターンズに編入しました。ライラさんが入ってくれたのはでかいな。はい、というわけでですね、宇宙では、まあ、この後サイド2、
ここをね、制圧していきたいなというふうに思っています。部隊の準備も進めています。地球上でもご覧のように大部分はね、やっぱりティターンズの勢力圏内に入ってますので、この状態を維持しながらですね、しっかりと研究開発、モビルスーツの生産、行っていきたいかなというふうに思います。今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。